ちは、タッチアンダンサーギャバンです。今回もですね、タッチアンダンス関係の動画を撮っていこうと思うんですけれども、土曜日のですね、タネタマロワクラス、タッチアンダンスの男性男の子向けのクラスと、あと日曜日の出張レッスンで、やらせていただいてますけれども、レッスンの一番最初にですね、ウォームアップも兼ねて、足踏みをしたりとか胸を伸ばしたりとか全身いろんなところ隅々まで伸ばしたりとか、あとは首を伸ばしたりことをやってるんですけれども、ここからなんていうんですかね、レッスンとしては始まってまして、腕がちゃんと伸びるように、腹がちゃんと長く、特に手ですね、手が伸びるようにいうことで意識してやってるんですけども、やっぱりいざり曲が始まってしまうとですね、手が小さくなってしまったりっていうのがどうしても出てきてしまうので、今までのウォームアップにプラスして、手のポジションの時間を少し、取ろうかなと考えてます。なんでいつも使ってるイオラナタッチの曲にですね、後半少しプラスして、フォーメーション、手のフォームの確認をする時間を少し設けたいなと思ってます。じゃあ早速ちょっと曲でどんな感じかっていうのを見ていただいた方が早いと思いますので、ちょっと曲に合わせて僕やってみたいと思いますので、よろしくお願いします。いつも僕の曲は僕のレッスン大体この曲から始まるんですけれども、ここで皆さん体をほぐしていただくという形ですね。今日もやるぞと、ここで気合い入れていくわけですね。いつもの流れは足踏みして胸伸ばして体回して首という流れになります。いってみましょう。ヨーランナヨーランナヨーランナ、平手をたくさん振る、腕が伸びるように胸伸ばす、あと4回、また歩きます。手がちゃんと伸びるように、もう一回胸伸ばします。手もたくさん伸ばして、今度は体回します。ラジオ体操でもある動き、はい、反対、今度は首、はい、反対、もう一回体回します、はい、反対、首、はい、反対、もう一回やります。せーの。ここで今の足踏みで膝をちゃんと上げる、ももをちゃんと上げる、オーウェイの前哨戦ですね。ここでちゃんと膝が上がってないと、この後オーウェイでももが上がらないので、ここでもちゃんとやっておく。今度体回します。いろんな方向に伸びる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 、はい、反対、伸びる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 、首、ふう、ここでちょっと呼吸を止めますね。はい、この時はワンセットだけで、ここで息を上げるつけ伸ばしてますね。息整えながら、アキレス腱、ふくらはぎも伸ばしておかないと、この後パオティでめちゃめちゃ使いますので、この歌が始まるまでの前奏で体をほぐしよう。今ちょっとやりながら言ってましたけど、一番最初の足踏み、ここでちゃんと膝を上げておく練習をしておかないと、大いの時にももが上がらないので、ただのウォームアップですけど、ここから一生懸命やっておくと大事です。もう一回いきましょう。せーの、ももをちゃんと上げる、そして腕をたくさん振る、右から胸伸ばす、ふふふふ、体
さん、いろんなところを伸ばす。はい、反対。くっつい。自分の手の先よりももっと先まで手が長く伸びているように。で、ここでいつもなったら終わりなんですけど、この後ちょっとフォームの確認したいと思います。はい、反対。足は軽い方でのまま、この足のままいきます。フォームの確認、ハウティドというフォーム。ふう、やることは非常に単純。手の角に、手の角に、ふう。特にこれ、拳を前に突き出すときに肘が曲がっちゃうことが多いので、手を長く使う。ちょっと終わりました。さあ、今最後のところですね、最後体回して首ってやった後に、軽く足踏みしながら右手前に伸ばす、左手前に伸ばす、反対の手は L 方ですね。で、パオティの基本の両手横に伸ばす、一周回るっていうのをちょっと付け加えたいと思います。右手前、左手前、両手開く、一周回る。で、ちょっとまた来週までに考えてこようと思うんですけど、横にね、歩きながらパオティ。横に歩きながらパオティ。それのも、まあ、プラスで入れていったらなと思うんですけど、今の曲の長さなんで、できるとすると、右、左、まっすぐ、一周回る。ここまでかなと思うんで、まずはここだけプラスしていこうかなと思います。あまり足の動きに、体の脳みその意識とらわれない状態で、ちゃんと手を伸ばす。反対もちゃんと手を伸ばす。で、両手を大きく開く。お子さんたち、まだ成長途中で、まだまだこれからぐんぐん背は伸びていくし、手足も長くなっていくんですけど、今の身長でも十分長い手足を持ってますから、長い手足をフルに活かしてパオティしていただきたい、ダンスしていただきたいと思ってますので、手足を長く使う、自分の身長以上に長く使うっていうのは上手になるためには必須の情報でありますので、ぜひですね、自分が持ってるこの手足の長さ以上に長く使う意識を持っといていただくと、あのダンサーさん動きが大きいわねと。僕もあのバレエやってる時に、いらっしゃったんですけど、先輩の女性のダンサーさんですけれども、すごい舞台で見てる時に踊りが大きかったんで、大柄な方かなと思ってたんですね。で、舞台終わって楽屋の方にご挨拶行かせていただいて、あ、素晴らしかったですってご挨拶してる時に、たまたまその女性の方いらっしゃって、あの素晴らしかったですってお話した時に、僕より全然背は低かったんですね。その時びっくりしたんですけど、まあ、それはクラシックバレエというジャンルではありますが、やっぱりダンサーのそのなんていうんですかね、こう見せ方によっては自分の身長よりもはるかにこう自分自身の存在を大きく見せることができると、踊りを大きく見せることができるっていうのをその時感じましたので、ぜひ皆さんもですね、お子様もそうなんですけれども、大人の人には手足の長さで勝てない、そんなことないです。自分の体をもっと遠くに、遠くにっていう意識で踊っていると、あの人すごい踊り大きいねと思われるかもしれませんので、ぜひ上達のポイントとしてですね、有効活用していただければと思います。今回はいつもやっているレッスン始めのウォームアップに、プラスしてですね、手のフォームを確認する時間をつけることで、ぜひですね、お子様たちにも手足を長く使っていただきたい、その意識づけを行っていきたいということを、お話しさせていただきました。タッチアンダンサーギャバンでした。あったかくなってきましたけど、これからも頑張りましょう。ありがとうございました。マドルー。